アット横浜公式チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。アット横浜シーズンアンバサダーのちっちこと入内島あかねです。魅力あふれる横浜の情報をリポートする浜リポ。浜リポでは横浜の新しいスポットや美味しいグルメなどなど、横浜に行くのが初めての方にも行ってみたい、食べてみたいと思ってもらえるような情報をたくさんリポートしていきたいと思います。というわけで今日は元町中華街駅から徒歩1分、横浜マリンタワーにあるハワイで最も有名なカジュアルレストラン X シングス横浜マリンタワー店さんに来ています。3年半前にスターホテル横浜1階にあった X シングスが横浜マリンタワー店として復活されました。本日はその新店舗にお伺いしたいと思います。私はですね、パンが大好きなパンバサダーですので、もうパンケーキが本当に大好きなので、もう今日とっても楽しみにしていました。楽しく食レポしていきたいと思います。そしていつものようにここまではお出かけアプリマイルートを使ってやってきました。このアプリを見ると、もう横浜のお店の情報がギュッと詰まってて、一目で見てわかることができます。そしてイベントの情報やお得なクーポンなどもございます。そして市営バスや水上バスなどの乗り放題チケットもご購入できるので、皆さんこちらのアプリぜひダウンロードしてください。それでは早速行ってきます。はい、こちらは2022年9月にオープンしたばかりの新店舗です。こちらは横浜マリンタワー1階にあるお店で、なんとこちらガラス張りで明るく、天井の高い開放的な店内で、ハワイをねすごく感じることができるインテリアがすっごく素敵です。そして見てください、もう目の前がね山下公園という抜群のロケーションです。緑あふれる公園と海から来る風がちょっとハワイにいるような幸せな気分にさせてくれます。そしてこちらテラス席なんですけれども、テラス席の入り口にはねメニューが載っているボードもあります。そしてこちらにはじゃーん、メニューもございます。もう中見てみると、もうパンケーキと、もう美味しそうな飲み物から、もう様々、美味しそうな食べ物がいっぱいあります。もうロコモコやねガーリックシュリンプなどなど、ハワイを代表するロコフードが満載です。美味しそう、楽しみです。はい、こちらがお席です。もうね、爽やかな、ね、雰囲気で本当にハワイにいるようですよね。 X シングスさんといえばこちら、先ほどねあのボードにありましたハワイのローカルフードも有名なんですけれども、なんといっても山盛りのホイップクリームのパンケーキが人気ですよね。とっても楽しみです。というわけで今日はストロベリーとホイップクリーム、そしてマカダミアナッツのパンケーキとロコモコ、そしてお飲み物はこちらのバージンブルーハワイをいただきたいと思います。とっても豪華です。これ一人でペロッと食べちゃいたいと思います。今日はリポートということで、こちらのカクテルはですねノンアルコールバージョンとなっております。ちゃんとリポートしていきますからね。それでは早速ですがいただきたいと思います。いただきます。キャーン、嬉しいわ。ちょっと あったかい。うわー、すごいすごい、美味しそう。ちょっといちごと贅沢に。あのホイップ軽すぎてもなんか食べた感じしない。いちごもなんかもうギュってなってて美味しい。幸せ。いただきます。え、卵割っちゃう。トラトラ。え、すっごい。え、分厚いわ。
卵とハンバーグの相性抜群です。もう皆さんに食べてほしい、美味しすぎる。ソース飲めますこれ。もうどんどん食べます。じゃーん、うん、香りすごい。パイナップルの香りとレモンの香りが。ストロー2つついてます。飲めますか一緒に。いただきます。キリしてる。すごいパイナップルの風味がふわーってきて美味しい。もうごくごく飲めます。美味しい、うん、エッグサンシングスは1974年にハワイで誕生して以来、地元の人々はもちろん、ハワイを訪れる世界中の旅行客にとって人気のカジュアルレストランとなりました。コンセプトはオールデイブレックファースト。朝に限らず昼でも夜でも美味しくてボリューム感のあるブレックファーストメニューを楽しんでいただけます。日本では朝食アラカルトを中心としたボリューム感のあるグランドメニュー以外にも、ディナータイムにハワイを感じられるロコフードやドリンクなどもメニューにラインナップされています。ローカルハワイの明るく楽しい雰囲気のお店にぜひお越しください。うーん、いやーもう本当に美味しかったです。この通りペロリと食べてしまいました。もう本当に美味しいので、皆さんもね、このいちご、私カラーですからね、いちごともうたくさんのホイップ、もうペロリと食べれちゃうので、皆さんも食べに来てください。本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。ハマリポでは横浜の素敵なスポットやグルメをこんな感じで紹介していきます。次はどこを紹介するのかとっても楽しみです。お出かけアプリマイルートではこの動画に加えて目的地の設定や旅のスケジューリングなどもできますので、ぜひぜひご利用ください。これからも横浜の魅力情報をたくさんリポートしていきますので、アット横浜公式チャンネルのご登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまたハマリポでお会いしましょう。バイバーイ。